ンビットハート番外編。いやあ、節約ゲーム好きだよ。トゥルーエンドを終えた後にね、なんとハッカー4人衆と友達になれるってことが分かりましたんで、今回はね、トバリさんと友達になりまーす。どうしてトバリさんこんなに浮いてんの？ナナ、この世界線にもトーラスシルバーいるの？飛行魔法なの？それ飛行デバイス使ってるの？ごきげんよう。というね、やっぱこの人セクシーですね。あら、私の顔に何かついてるのかしら？いえいえ、私はあなたの顔なんか見てませんよ。あなたの胸元を見ております。この肉体が、このネグ胸と胸の間に通るネクタイが素晴らしい。この人は元ハッカーのトバリさん。ちょっとミステリアス、綺麗なお姉さん。綺麗なお兄さんって、この辺りは多分クリオンしんちゃんっぽい読み方するんだろうな。好物はティータイムが好きらしいから、それ関係かな。というわけでね、やっぱこの人はティータイムが好きらしいです。じゃあプロテインでも飲んでろ。そんなに好感度上がってないと思う。ちゃうな、やっぱフラワーティー、おねえ、ティーパーティーが好きだからフラワーティー、これは好きでしょ。まあ私にここの紅茶好きですので、ありがたくいただきますわ。というわけで、こういうわけです。あと他にはココア、ココアとか飲むんかなこの人。あら、ブラックココアですわね。売り場が限定されておりますので大変ありがたいですわ。大切に持たせていただきます。やったー、この人ココアも飲むタイプだったんじゃ。あれ、まだイベント始まらない。まだこの人なんかちょっと落ちにくいな。難攻不落の美女や、難攻不落の美女じゃん。お前ケーキとか食うかな。あー、ケーキはそこまで好きでもない。まあいいや、好感度上がるって分かったというやつばっか与え続けて。あ、クッキーとかどうよ。クッキーですね。コーヒーと一緒にいただくと、この甘さがちょうどいいのですよ。ありがたくいただきますわ。そうですよ。え、まだイベント始まらない。てかイベント始まるのかってちょっと思い始めてきたんですけど、始まるのかい。あ、始まった。あ、この女なかなか落ちないな。あれ、友達になれんのかなってちょっと一生思ってしまったんだよ、お前。落ちるもん、遅っ。難攻不落の美女、本当に難攻不落の美女です。あら、こんにちは。最近よく顔を見せますので、何言ってるんすか。何言ってるんすか。あんたがなかなか落ちないからめちゃくちゃ見ついてるじゃないですか。どうしてくれるんですか。お野菜ふすっからかんですよ。こんにちは。私に何かご用ですか。もうすでにあなたたちと敵対する理由はないと思うのですが、あのですね、何でもかんでも話しかけたら敵対する人間だと思わないでください。ああ、敵とかそういうのじゃなくて、普通に友達になれないかなって、そういうことだよ。まあ、はい、これは予想外ですわね。理由を聞いても、美人だから。綺麗なお姉さんと友達になりたいだけでした。ナナシ君も正直です。ナナシ君、正直が一番いいよ。正直が一番伸びる。嬉しいことを言ってくれるのですね。今ティータイムですから、よかったらあなたもどうぞ。ありがとうございます。トバリさんのそれって私服ですか。ええ、この辺りは少し個性的な格好の方が多いですので、好きなものを着れるのはいいことだと思いますわね。結構似合っとうもんな。でも俺としてはもうちょい露出の多いところ、露出の多い服装で、なんならこの今着ている服も背中全部、背中のあたり全部開けちゃいますか。そういえばハッカーってみんなバーコードのようなタトゥーをどこかしら入れてましたよね。野宮さんが喉元、コトラさんが左手、キライ君が頬、トバリさんが足にありましたよね。足にあるんじゃな。とは言ってもタトゥーシールドですので簡単に落とせますわ。まあ、あのバーコードに関してはそうですね、私から案を挙げさせていただきましたが、統率力、協調性も良くなるのではないかと。全然良くなってなかったですけどね。まさか本当につけると思いませんでしたわ。し
かもあんな目立つ場所にね、ちょっと軽く小馬鹿にしてるタイプやこれ敵である照明ともなりますので、全くあの方たちは飽きない方ばかりでしょうね。トバリさんは普段何されてる方なんです？もしかしてツイッターにエロい自画像とか上げてます？いろいろでしょうか。うふ、両親がお金を持っておりますので、私自身そこまで苦労することもなく暮らせてますし。ああ、なんか確かにお金持ちっぽい喋り方しとるし、この着とる服やってなんか優雅なお嬢様っていう感じの服装やけんな。結構そういう感じなんじゃ。好きなことができるって素晴らしいですね。うふ、まあそれゆえに刺激が足りずにハッキングなんてものに手を出してみたみたいなんですが、そう、刺激が足りないんでハッキングするとかじゃなくてさ、そういう男を見つけて、やめときます。なんか今回ちょっと血もりた多いな、やめときます。結果短期間ではありますが面白い経験ができました。うふ、悪くはありませんでしたわ。ハッカーをしている間ってどこで生活してるんです？307タワーの最上階、管理室と呼ばれていたところでしょうか。そこが私たちの活電の拠点でした。ああ、それが未来の七志くんがおったところだったんかな。307タワーにはたくさんの施設が備わっていますからね、むしろ普通に過ごすよりも快適だったのではないかと。眺めもバッチリですよね。ええ、落ち着きはしませんでしたが、しかしもうこの通りすっかり日常へと戻ってしまいました。つまらないですか？いいえ、こうしてみますとやはりゆっくりとお茶を楽しめるのは日常であると、一つ賢くなりましたから。そうよな、なんだかんだそういうさ、何もない日常っていうのが続くのが幸せだと思うんだな。説を。もうハッキングだってしちゃいけませんよ。するなら僕の心にハッキングしてください。ふふふ。さあまた魔が差してしまうかもしれませんわね。うお、悪女王、こんな悪女王が俺も欲しいぞ。ダメですよ。冗談ですわ。またあの方と関わるのはごめんです。趣味程度に留めておくのが一番でしょうね。あ、お茶美味しかったです。あら嬉しい。私が入れたものですので。また飲みたいです。あなたが来ると話がそこりがつきませんし、歓迎いたしますわ。じゃあお友達になってもいいですか？ええ、問題ございません。やったー！あ、もうなっちゃった。一回のイベントでなってた。あれ難攻不落の美女どうした？難攻不落の美女、落ちたら落ちるときは一瞬だったぞ。なかなかおかしな人ですのね。いえ、どうぞよろしくお願いいたしますわ。やめてこれ、やめてこれ、ちょっと待って、もっとやめてこれ。いえ、もっとやってください。このさ、いえ、どうぞどうぞよろしくお願いいたしますわ。あの相手のさ、息継ぎのちょっと息継ぎの時のさ、エロさやめて。耳元で聞いてたらちょっとやばい、クズになっちゃう今日。このお茶って市販されてるものですか？いいえ、私のオリジナルですわ。ふう、そうなんですね。ご自宅でも飲みたいとおっしゃるならいくつか差し上げますわよ。本当ですか？なんか泊さんが部屋に入ってきてみたいな感覚だな。やった。ええ、褒めていただきましたし。でも泊さんと飲みたいので定期的に来ますね。わかりましたわ。本当に面白い方お待ちしております。これが泊さんの分身だと思ってしまうのである。泊さん、また来ました。ごきげんよ。刺激も欲しいものですね。刺激も欲しいものですね。そんなあなたにこんなものをプレゼントします。刺激的なものです。アハンダビキンです。刺激的ですよ。私でしょうか。ありがたくいただきますよ。着ないんですか？刺激的ですよ。